第67回 NHK 紅白歌合戦出場歌手発表記者会見。サプライズかと思いきや全く盛り上がらなかった。紅白会見 AKB48 グループの紅白選抜の企画を聞き驚く。川本沙耶、入山桃奈、北原里恵、渡辺麻友、横山由依、今年も NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表された。24日に行われた初出場発表会見には19組中6組の出場者が登場。ただこの会見が全く盛り上がらなかった。出場者が1組ずつ挨拶をした後、報道陣からの質疑応答があったが、わずか3問いで打ち切られた。時間の都合もあるだろうが、紅白で楽しみにしていることは、などとありきたりな質問が多く、出場者から、面白いコメントがあまり引き出せていなかった。面白い記事が作れないな、なんて思っていると、総合司会の、武田真一アナウンサーが、まだこれで終わりじゃありません。この方たちの登場です、と煽り出した。誰が登場するのか？記者たちは色めき立った。宇多田ヒカルか？スマップか？もしくは、それ以外の隠し玉か？高揚感が記者席に充満した。そんな時に登場したのは、AKB48、紅白版の、総選挙を開催するという、企画の発表だった。企画そのものは、面白いものだったが、毎年出場しているので、驚きはない。彼女たちには、何の罪もないのだが、記者席は、驚きのなさに、逆にあっけに、取られてしまった。寂しかったのは、欠席が4組いたこと。ロンドン在住の、宇多田をはじめ、大竹しのぶ、ザ・イエロー・モンキー、ラッドウィンプスが欠席。目玉となる、宇多田はもちろん、アニメ映画、君の名は、の、音楽を担当して、日本中を感動させた、ラッドウィンプスの、メンバーの、声が聞きたかった。そして、もう一つ感じたこと、会見場にいる人の、数が少なかった。例年はレコード会社や、芸能事務所の、プロモーターで、広報まで人で溢れている。彼らは自社の歌手の、資料を配ったり、今年どんな活動をしてきたかを、アピールしたりとせっせこう動く。だが、今年は、そうした動きを見せる人が、少なかった。今年の紅白、大丈夫だろうか。NHK 紅白歌合戦、出場歌手決定。初出場は宇多田、キンキラ10組。NHK は24日、大晦日の、第67回紅白歌合戦。あと7、15、11、45。の出場歌手46組を発表した。初出場は赤組が市川由紀乃40、宇多田ヒカル33、大竹しのぶ59、欅坂46、パフィー。白組が桐谷健太36、ザ・イエロー・モンキー、キンキキッズ、ラッドウィンプス、レディオ・フィッシュの計10組。赤組歴代最多の39回出場を誇り、1986年から31年連続の出場を目指していた大御所、和田アキ子66、は落選した。12月31日をもって解散するスマップも、リストに名前はなかった。総合司会は、武田真一アナウンサー49。非常に緊張してますが、情熱と真心を込めて頑張りたい、と抱負を語った。白組司会は、嵐の相葉雅紀、33。赤組司会は、女優の有村架純、23。今年のテーマは、夢を歌おう。東京五輪前年の、2019年まで、夢を歌おう、を、テーマに掲げ、様々な世代の夢を、歌の力で応援する。対戦成績は、赤組30勝、白組36勝。